カナダが新型コロナウイルス感染症の拡散により7月に開催予定の東京オリンピックに選手団を送らないと発表したのに続き、ニュージーランドも事実上不参加の意思を明らかにした。東京オリンピックを1年延期しないのならボイコットを検討しているということである。今日ニュージーランドのニュースメディアによると、ニュージーランドオリンピック委員会の委員長は、 延期だけが合理的なことであるとし、国際オリンピック委員会が7月24日の開幕に固執するなら、アンゾックは他のオプションを検討すると伝えた。続けて、我々は、我が選手たちが安全、健康でいることと、今回の大会が完全なオリンピックとして取り行われることを期待するとし、もしそれがなされないのなら、 我々は自分たちの立場を再検討すると語った。アンゾック委員長の発言は、オリンピックが延期されない場合、アンゾックはオリンピックをボイコットするということを明らかにしたものだと、このメディアは報道した。22日カナダオリンピック委員会とカナダパラリンピック委員会はこの日に声明を出し、 東京オリンピックを1年延期しないのなら選手団を派遣しないと発表した。IOC は同日、緊急執行委員会を終えた後の声明で、2020東京オリンピックのためのシナリオ計画を設定しているとし、東京オリンピックを延期するかについては今後4週間以内に決定すると伝えている。